武田恒義、武田恒義、武田恒義、1909年、明治42年3月4日から1992年、平成4年5月11日は、日本の旧皇族、武田宮、第2代、陸軍軍人。1947年、昭和22年10月に、皇籍離脱し、武田恒義と名乗る。皇籍離脱前は、武田の宮恒義を、 陸軍少将武田軍高級王の第一男子。母は明治天皇の第六王女、上宮政子内親王。昭和天皇はいとこであり、その皇后である皇順皇后は最重子に当たる。また上皇昭人は樹王位、近上天皇は樹鉄村に当たる。最終階級は陸軍中佐。君党は大空に。妹の子女王は佐野上皇に嫁す。 明治天皇の初の外孫として誕生する。両親の愛情を一心に受け、また重邸で隣に住む北白川の宮永久王とは、兄弟のように育つ。永久王は創生したため、常吉王は後年まで永久王が生きていたら、と語っていたという。父、高久王が帝国陸軍の騎兵将校であったことから、陸軍軍人を志し、 学習院から陸軍幼年学校、陸軍士官学校予科へと進み、1930年昭和5年7月に陸軍士官学校本科42期、陛下、騎兵を卒業。朝鮮皇族の利健公とは同期生であり、陛下と最終階級も同じである。常義王は他の皇族たる陸軍軍人、朝香宮鳩彦王、茅宮常の利王。 官位の宮春二王、朝香の宮高彦王、北白川の宮永久王等がそうであったように、軍服は大正末、昭和期当時の陸軍青年将校の間で大流行していた、長者なものを仕立て着用していた。常吉王は馬術を得意とし、陸軍騎兵学校教官を務めたほか、1938年、昭和13年5月30日には、陸軍大学校、 五十期を卒業。前年に勃発していた日中戦争、シナ事変の前線域を志願した実現せず、満州ハイラルの騎兵第十四連隊第三、中隊長を拝命。その後、十四系が戦地へ動員される際、後続である常義王を内地へ戻そうとする動きがあったが、王は陸軍省人事局長に電話で直談判した末、ようやく念願の戦地行きが叶った。 この時初めて戦場に立ったが、自分に向かって弾が飛んでくるのは気持ちの良いものではなかったとっている。1940年、昭和15年、後期2600年を祝う大観観式には昭和天皇にぐぶしてお召し、観、飛麗に上官した。行事終了後、横浜で下官した際、長男誕生の報告を受けている。太平洋戦争。 大東亜戦争には大本営参謀として、フィリピン攻略戦、ガダルカナルの戦いに参画する。参謀としての一組名は、宮田参謀であった。しばしは前線視察を希望し、危険が多いラバウル視察を強行するなど、周囲をハラハラさせていた。1943年、昭和18年3月、陸軍中佐に昇進、8月に関東軍参謀に転出した。 心境では、満州国皇帝不義と交流を持ち、親しくしていたという。1945年、昭和20年7月、第一総軍参謀として内地へ戻り、間もなく終戦を迎えた。ちなみにこの時、王の公認として、入れ替わりに関東軍参謀となったのが、瀬島隆造陸軍中佐である。終戦時には、天皇特使として再び満州に赴き、関東軍に、 停戦のをを伝えて、武装解除を言明した。1947年、昭和22年10月14日、功績離脱を行う。以前から皇族が多いことに問題を感じていたため、あまり抵抗はなかったという。さらに、武田という名は、他の三宅と違い、ポピュラーで気に入っているとも語った。皇籍離脱に伴い一時金が与えられ、 この金を目当てに近寄る者が後を絶たなかったが、すべてを定調に断った。功績離脱直後に、公職追放となる。1950年、昭和25年に日本スケート連盟の会長就任を要請されたのをきっかけに、スポーツ界での活動を開始する。もともと、スポーツ、特に馬術を好み、騎兵将校であったことから、オリンピック出場を目指していたほどであった。また、 1936年、昭和11年の第11回ベルリンオリンピックで団体6位入賞の果てをもたらしたパーレーズ号の場所でもあった。戦後は、繊維会社の経営に携わる傍ら、日本体育協会専無理事、日本オリンピック委員会委員長、国際オリンピック委員会理事、同盟余委員、日本馬術連盟会長、日本スケート連盟会長、 全国ラジオ体操協会会長など複数のスポーツ関連団体の役職を歴任し、同時25団体の役員を兼ねている時もあったという。また、1964年東京、1972年札幌両オリンピックの招致に尽力し、体育の非制定にも携わった。戦前まで暮らした竹宮邸は、西部グループに売却されて、 高輪プリンスホテル、現、グランドプリンスホテル高輪となり、邸宅本体は、同ホテル貴品館として活用されている。三条、金テル公爵の次女公子を人し、三男二条を設ける。第一王子の常政は、根津コンツェルン総帥、東武鉄道会長、根津カ一郎の三女京子と結婚し、常吉王の後を継いで、竹竹当主となった。次男常治は、 三越社長、岡田茂の娘きみ子と結婚する。三男つねかずは、日本オリンピック委員会会長、日本馬術連盟副会長を務めている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。